い、皆さんこんにちは、サキッチョナースタキです。今回は普段は絶対に聞けない女子の秘密というのをねテーマにお話をしていこうと思います。このチャンネルを見てくださっている方は男性の方が多いんですが、よく質問とかで女子ってこういう時に何をしてるのとか何を考えてるのってねいう質問が結構多いんですよね。なんで今回はねそんな女子しか知らない秘密っていうのをねこっそり教えちゃおうと思います。それではスタート。はい、では早速男子は知らない女子の秘密をね今回は8つお話をしていこうと思います。では1つ目から、女子会で何を話す。女子がご飯とかカフェに行ったりしてねこうみんなでおしゃべりをするような女子会で何が話されてると思いますか？多分そういうちょっとキラキラしたようなね会話とかそういうのを想像されてる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、女子の会話えげつないです。基本的には恋愛話とか、まあ、最近の近況報告とかお仕事の話とか、まあ人によって様々だと思うんですけど、じゃあ恋愛話になるとどこまで話すかっていうと、もう0から100まで全部話します。多分男性だと、いや最近さこういう女の子いてでこういうことまでしたんよねぐらいでさらって流すと思うんですよ。でも女子は最近こういう人がいてでどこどこで出会ってでこの前いついつにデートしてでどこ行ってでここまでしたんよねみたいな、でテクニックどうやったとかさ、うまかったとか大きかったとかさ、そこまで話すのね。だから結構女子会のトークってね怖いですよ。そう、だからその男子が話す下ネタとかよりも女子の方がもうなんだろうな、生々しい。もちろんその友達に合わせてね会話っていうのを選ぶんですけど、まあ、基本仲いい子とはそういう感じかなって思いますね。はい。なのでね、全然もうクリーンではない会話の方が多いかも。男子には絶対聞かれたくないような話ばっかりしてます。はい。では、二つ目は、ナルシストってどう思う？ナルシストっていわゆるこう、自己愛が強い、自分にうぬぼれてるような人のことを言うんですけど、ナルシスト、私は別にいいと思うんですよ。ただ、中途半端なナルシストはね、ちょっとめんどくさいなって思っちゃう。中途半端なっていうと、どういうことかっていうと、こうなんか、自信ありげな発言をするときもあれば、でも急にネガティブになったりとかするとさ、この人ってなんか、ナルシストキャラだと思ってたけど、意外と自分に自信ないんかなとかさ、そこに対してのこう、いや大丈夫大丈夫みたいな、そういうフォローとかもこっちがしないといけなくなるじゃん。ってなると、それがずっと続くとちょっとしんどいかなって正直思っちゃうとこはある。そう。だから、ナルシストになるんだったら、もう超越したナルシストになってほしいなって私は思います。もう、カノエイコさんみたいなさ、もう、ああいうキャラだとさ、もうナルシストキャラみたいな感じでこっちもいじれるじゃん。そうそう。だから、その中途半端だといじれないけど、超越した存在になるといじれるからさ、だからそういう感じにもしねナルシストになるんだったら、そのぐらい私は言ってほしいなって思います。ただやっぱその上から目線でさ来られたりするのってちょっと嫌だなって思う女の子も多いと思うし、私もそうだから、こう上から目線じゃなくてもう自分の中で完結させてほしいなとは思いますね。はい。では3つ目は、彼氏を選ぶときに顔性格どっちっていう問題ですね。これはですね、どっちとも言い難い。なんかね、もう全ては直感とかフィーリング、居心地なんですよ。でも顔って入り口だと思っていて、男性もそうだと思うんですけど、ある程度見た目が自分の好みじゃないと、まず性格を知ろうって思わなくないですか？そもそも清潔感がないとか、もう明らかに自分のタイプとは違うっていう場合ってさ、もうシャットアウトしちゃうじゃん。だからまず顔が自分の許容範囲じゃないと、まず性格を知ろうってならないよね。なんで、こう顔と性格どっちって言われるとすっごい難しいのね。そもそも顔がある程度好きだから性格を知っていって、でその性格が好きってなることあると思うから、なんだろうな、ステップみたいな感じよね。顔性格で、性格が良かったら好きみたいな、なんかそういう一連の流れかなって思います。はい。では4つ目は、 AV 見る。これは人によって本当に違うから、こう女の子はこうっていうのは決めつけて言いにくいんですけど、でも私は見ますよ。他の動画でも言ったことあるんですけど、結構ねストーリーとかシナリオとかが面白くって、
て、最近だと結構女子向けの動画みたいなのがあるのね。でそういうのってすごいこう前置きが長くてさ、ストーリー構成もしっかりしてて、かつそういうちょっとイケメンなね、そういう男優さんとかもこう起用してたりとかして、結構キュン要素が多いの。だからちょっとこうラブコメを見てるみたいな感覚で見ることはあります。では5つ目、恋愛対象になる男子ってどんな人？これはさっき言ったみたいに見た目はもちろんなんですけど、ここはやっぱ性格の問題じゃないかなって思います。だからまあさっき言ったまず顔が自分の範囲内にあって、その後性格を知って、あ、この人自分に合うなとか、一緒にいて楽しいなとか、まあそういう人はやっぱなんだろうな、好きっていう感情にもつながりやすいですよね。まあ、逆になんか一緒にいてなんか全然落ち着けないわとか、全然楽しくないなとか、まあそういう時ってあると思うんですけど、そういう何かしらの違和感を感じた時は恋愛対象外になっちゃう。まあその違和感って人によってはもちろん違うと思うんですけど、私で言うと結構ネガティブな人が苦手なんですよね。理由としてはやっぱ一緒にいてなんかこうエネルギー奪われちゃうし、自分もしんどくなっちゃうし、自分がした発言に対して結構否定的だったりするとさ、モチベーションとかも下がっちゃうじゃん。なんで、まあ、ネガティブな人はちょっと恋愛対象外になっちゃって、で逆にね、結構こうポジティブとか自分を前向きにさせてくれるような人がやっぱ一緒にいたいなって思える人かなって思います。でもこれは本当に人によりけりなので、そこはね、いろいろ相手の方と会話をしながら探っていったらいいんじゃないかなって思います。はい、では8つ目は、女子がよく言う可愛いってどういう意味っていうことですね。女子って結構何見ても可愛いってね言う女の子結構多くないですか？それに対して、それほんまに思ってんの？みたいなねことも多いと思うんですよ。こう携帯とかいじりながら、可愛いみたいな感じやったら、どっちかっていうとこういいね感覚、なんかあーいいやいいやみたいなぐらいの軽い感じだと思います。でも、めっちゃ可愛いみたいな感じでテンション上がった感じで言ってるのは本物。あとその男の子で女の子からね、結構可愛いみたいな感じ言われた時に、俺って可愛い？で、その可愛いってどういう意味ってね、結構疑問に思う人も多いと思うんですよ。これは決してネガティブな意味ではなくて、もう褒め言葉やと思ってください。女子が言う可愛いって、なんか愛おしいとか、尊いみたいな、なんかそういうなんか意味なんですよ。これはまあかっこいいとはまた別の部類なんやけど、でも最高の褒め言葉やと私は思ってるので、まあ、そこはね、もうありがたく頂戴しておけばいいかなって思います。はい、では7つ目。一人でする。これは、自家発電の話ですね。女子が、じゃあ自家発電をするかっていうと、これもね、先ほどのビデオ同様、本当に人によると思います。で、これって結構女子同士でもタブーなんですよね、この質問って。てかなんかさ、仲いい友達のさ、そういう一人事情についてさ、あんまりこう聞きたいとも思えないのね、正直。そう。それはなんか仲がいいから、それを知ることが逆に恥ずかしいっていう、そういうなんか羞恥心みたいな感じなんだけど、まあだからぶっちゃけ周りの子がどれぐらいしてるかもわかんないし、でもここはね、なんかね、想像でいいかなって思ってる。逆にこう知らないファンタジーの世界で置いといた方がいいかなって私は思ってるから、もうあえてね、自分もそういう探索をしません。では最後8つ目。女子トイレって長くない？これはまあご飯屋さんとかショッピングセンターあるあるやと思うんですけど、女子トイレってすっごい行列できてませんか？例えば、まあ、カップルでさ、一緒のタイミングでトイレに行ったとして、大体最初に出てくるのって男性だったりするじゃないですか。で、女子はもう全然外までね、行列できてることも場所によってはあるし、女子ってそもそもその滞在時間が長いと思うんですよ。で、じゃあそこのね、トイレで何をしてるかっていうと、まあ、基本的には、まあその着てる服とかにもよると思うんだけど、その一回ね、こう、スカートとかだとこう、バッて上げてすぐできたりするけど、でも冬場とかだとやっぱタイツとかストッキング履いてたりして、一回またそれ下ろしてまた上げて、で服入れ直してとかさ、整えてとかしてたらさ、割とやっぱ時間かかっちゃうと思うよね。そう、あとまあ服によってはオールインワンみたいなさ、こうなんだろうな、こう上からこう繋がってるような服あるじゃないですか。であれだと一回全部脱がないとダメなの。こう上から全部取ってしないといけないので、それだとかなり時間がかかる。なんで、まあ、女子のその個室滞在時間っていうのがまず長いのが一つと、あとはそのお化粧直しとかをね、結構してる女の子も多いです。まあ、デートとかだとそのご飯食べた後とか結構
ね、リップが取れちゃったりとか、あと、まあ、ファンデーションがちょっと崩れちゃってたりとかするじゃないですか。なんで、まあ、そういうのをね、ちょっとこう直してる女の子とか、まあ、髪の毛とか前髪とかね、そういうのを直してる女の子が多いから、まあ、トイレプラスアルファでそういうお化粧直しみたいなこともするので、結構ね時間長いなって思う男性も多いと思うんですけど、まあ、女子はトイレの中でそういうちょっとした身だしなみ整えたりっていうのも含めてしているので、でも長くなっちゃいます。はい、ということで今回は男子が知らない女子の秘密というのをね8つお話ししたんですが、いかがだったでしょうか。やっぱ女子って未知の世界ですよね。私も女子同士わかんないこともいっぱいあるし、ってなると男性からすると女子って本当にもう、まあ、どういう生き物とすらなるかもしれない。でもそういうのをねこの動画ではちょっとこう皆さんにねいろいろ知っていただけたらなというふうに思うので、もしこの動画が少しでも参考になったとかいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。